ゲストをお迎えするコーナー、サークルオブサークルのコーナーです。今日はスポーツファクトリー代表の小林太一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、スポーツの話題といえば小林太一さんにお伝えいただいていますが、今日はどんな話題でしょうか。はい、まあね、3月最後の日、もう4月になりますけれども、この春初めて静岡にやってきたという方も多くいらっしゃると思います。なので、その方たちに、まあ、静岡でスポーツ観戦を楽しむチケット情報を今日は前半お伝えしていきたいなと思います。ねえ、この桜の美しいね静岡ですけれども、はい、スポーツがまた盛りだくさん。そうですね、まあ、特に来年再来年と、まあ、日本全体でですけどね、ラグビーワールドカップがあり、東京オリンピックがあり、でその大会が実は静岡県内でも開催されるんですね、競技がね。そうなんですね。はい、で来年9月20日から11月2日までラグビーのワールドカップが、静岡県内のエコパスタジアムでも試合が行われます。そうなんですよね、袋井市のエコパでなんとね、日本対アイルランド戦があるということで、はい、そうですね、まあ、合計エコパでは4試合あるんですけれども、そのラグビーワールドカップの開催都市住民選考抽選販売が今行われています。わあ、これチケットを要するに購入するのも先行抽選販売。そうですね、開催都市に、住んでいる人たちにまずはチケットを取る機会を与えてくれているというか。はい、でまあこれ必ずしも取れるというわけではないわけですよね。そうですね、まずは抽選になりますので、その抽選結果は4月26日に、発表されます。じゃあ今まさに先行抽選販売中ということですので、はい、ラグビーワールドカップをエコパで見たいよという方はぜひチェックしていただきたいと思うんですが、はい、日程が、はい、3月19日もう始まってますね、から4月12日の木曜日までこの先行期間、予約期間があります。はい、でエコパでのラグビーワールドカップが行われる日程ですが、はい、まあ、僕もですね、実は申し込みしてきてですね、申し込みをしたんですけど、まあ、9月28日の日本アイルランド戦や10月11日のオーストラリアジョージア戦含む4試合ということになりますね。じゃあ9月28日の土曜日の日本対アイルランド戦っていうのは皆さん注目のカードですよね。そうですね、まあ、僕もチケット申し込みやってみたんですけど、まあ、これ試合ごとにですねチケットの料金が変わります。あら、そうなんですか。はい、ちなみに日本対アイルランド戦は、はい、僕は一番お安い席を予約したんですけれども、はい、抽選、1万円ですね。1万円が一番お安い低価格、お安いんですか。はい、お安いんです。高い金額ですと、高い金額ですと、もっとね、いい席は運万円というような、チケットがあるんですけれども、あともう1試合は僕オーストラリアジョージア戦、こちらは一番お安い席で5000円というチケットがありますね。世界的な単価、ね、大会になりますとこんなに高くなるんですね。これ決勝戦になったらもっと高くなるんですよね。なんかもう少しね、開催都市がこういうふうに地方でもあるわけですからね、なんか若い世代にね、いろんなこう見てもらいたいということで安くしていただけると嬉しいんですよね。子供料金はねもちろんあるんですけれども、まあ、大人の皆さんはそれくらいの値段がするということで、チケット申し込み皆さんも実は簡単にできるんですね。これインターネットですか。はい、スマホでできます。あ、いいですね。はい、スマホでですね、はい、ワールドカップ、ラグビーワールドカップチケットと入力して検索していただくともサイトが出てきます。はい、あ、そうなんですか。はい、ちょっとやってみましょうかね。はい、でまあ、大体こういう、ね、世界的な大会になると、まあ、英語のサイトが結構多くて僕らなんか結構苦労しちゃうんですけれども、はい、まあ、もちろん日本で開催される大会ですからちゃんと日本語対応のサイトになってるんですね。あ、もうすぐに出てきました。はい、ラグビーワールドカップ日本大会開催地限定のチケット抽選販売。はい、あ、これでやるわけですね。そうです。で申し込みもすごく簡単で、まあ、個人情報ですね、まあ、名前、住所、メールアドレス、電話番号などを入力した後に希望する試合、あと席の種類を入力して申し込むだけで、もう本当に5分もあれば
できてしまうんではないかなという簡単な申し込み方法ですごく助かりました。そうですね、はい、抽選結果は4月の26日、はい、ということですのでぜひね小林さんも当たるといいですね。そうですね、まあ、これが仮に外れてしまったとしても第一次販売第二次販売ということで、まあ、今年の9月また来年の1月にもあのチャンスがありますので、はい、申し込んでいただくといいかなと思います。来年2019年の9月28日ですからね。そうですね今年ではありませんね、はい、皆さん来年ですね、1年半ぐらい先の、はい、チケットの予約ということです。はい、はい、そしてもう一つ静岡来られた方にはぜひねエスパルスのホームゲームにも行っていただきたいなと思っていて、はい、こちらは静岡市に転入された方をホームゲームに招待する、企画が、2009年からですね行われているんですね。まあ、今年3月4月に静岡市に転入手続きされた方にペア100組200名様、A ゾーンのチケットを、対象試合があることですからそれホームページでチェックしていただいて、お申し込みをしていただくといいかと思います。まあ、3月4月に静岡市へ転入された方手を挙げていただければ、はい、エスパルスホームゲーム招待というのがありますので、はい、ぜひぜひ静岡に来ましたらねエスパルスのホーム試合を IAI スタジアムでね見ていただき富士山とともにサッカーを楽しむ。そうですね、まあ、今日なんか桜も満開で、まあ、富士山がねちょっと霞んでいるかもしれないんですけれども、で申し込みは静岡市の葵区、駿河区、清水区の区役所などで、申し込み書が、配布されていますのでそちらで、手に取っていただくといいかと思います。はい、まあ、5月でもいいかなって思ってる方は3月4月に転入された方がいいので、そうですね、ね、5月ではなく4月に早めにやっていただければエスパルスのホームゲーム、ね、ご招待で、はい、ただご招待数がペア、はい、100組200名様ってここに書かれてますね。そうですね、まあ、数に限りがあるので、はあ、まあ、ちょっと早めにいただけるといいかなと思います。そうですね、はい、では後半もまたワクワクするスポーツ情報をお願いいたします。さあそれでは1曲お届けしましょう。アンナ・サファリーンのネクストフライトです。サークルオブサークル、今日のゲストはスポーツファクトリー代表の小林太一さんです。さあ後半ですけれどもスポーツ王国静岡県そして静岡市ですので、はい、どんな、ね、楽しみができるのかまた教えてください。はい、まあ、前半はねスポーツを観戦しましょうというお話だったんですけれども、まあ、静岡初めて来られた方は、静岡でも関われる、ラグビーワールドカップや東京オリンピックなんですね、あるんですね、はい、まあ、これはボランティアで関わることはできますね。ピョンチャンオリンピックでもボランティアの皆さんがね寒い中いろいろと駐車場整備をねしていたりご案内してましたものね。そうですね、まあ、やっぱり今こういう大きな大会というのはボランティアなくしはもう成功できないと言えるんですけれども、まあ、このラグビーワールドカップですねは募集ボランティアの募集期間が4月の23日から7月18日まであります、はい、なので、まあ、あと1ヶ月も切ってますね、まあ、面接などを通して研修そして来年の夏頃にはどんなことをやるか配置先が決定するというスケジュールなんですけれども、まあ、主に、まあ、静岡、はい、試合会場の周辺での運営補助や最寄り駅や空港での案内ファンゾーンでの来場者サービスなどをしていくということですね。来年9月に行われますラグビーワールドカップの、はい、ボランティアも今月、来月の4月の23日から募集が始まるという情報でした、はいはい、そして東京オリンピックのボランティアも静岡で、関わることができます。は、東京オリンピックぜひともやってみたいという方多いでしょうね。そうですね、まあ、東京オリンピックのボランティアは大きく2つ分かれています、大会ボランティアと都市ボランティア、はい、ということで大会ボランティアは競技会場や選手村その他大会関係施設でのボランティアになります。そして都市ボランティアは、競技会場ですね、まあ、例えば静岡であれば伊豆の方で、自転車競技が行われますので伊豆近隣の、
駅であったりとか、まあ、空港は静岡空港になると思うんですけれども、はい、そういったところでの、 感染旅行者に対する案内やサポートなどをしていくということですね。そしてこちらの静岡県の都市ボランティアは募集期間3月26日からもうすでに始まっています。5月31日までの募集期間ですね、はい。まあ、都市ボランティアということですから静岡県での、競技をこうボランティアとして活動するということですね。そうですね、まあ、自転車競技になるのでそちらのボランティアをしていくということになりますね。まあ、今から、ね、募集がもう来年そして再来年の東京オリンピックに向かっても動き始めているのでね、はい、ぜひ思い出に残るオリンピックにしたい。そうですね、それからもうご自分もこの参加ができるような気持ちになりますよね。ボランティアとして活動するとね。そうですね、まあ、僕も2016年一昨年ですねリオのパラリンピックに行ってきたんですけれども、はい、まあ、その時もやっぱりボランティアさんがすごく活躍というかですね助けられた場面もあって、リオの空港に降りてですねじゃあ Airbnb の家まで行きましょうという時にご当地のバスに乗ったんですけれども、はい、ポルトガル語ですから書かれている文字がブラジルのリオですからね、はい、何をおっしゃってるのか、ね、分からないですよね。分からない。しかも初めて行くローカルのバスですから、まあ、それに乗ろうとした時にやっぱり現地のガイドのボランティアのね可愛らしい女性のボランティアさんがいてで英語で対応してくれたのですごく助かってあのバスに乗って、運転手さんにこれを見せればそのバス停で止めてくれるよというようなカードもくれたりとか、そういった形で特に空港なんかねその国に降り立って最初の印象を受ける場所ですから、そこでのボランティアさんの役割というのは非常に大きいなというふうに実感しましたね。窓口ね、はい、初めてね行った先でのねボランティアの皆さんがおもてなしをしてくださると印象がまたアップしますもんね。そうですね、また、まあ、今はね、大会ボランティアと都市ボランティアの話をしたんですけども、まあ、第3のボランティアとしてもう本当にそういう形式ばっていない草の根ボランティアとしてもね多分皆さんできることがあって、僕も陸上競技場に行ったんですねリオの。その時に周りの商店でお買い物したんですけれども、まあ、その時にお店のおじちゃんがですね Wi-Fi のパスワードをくれて、で僕もスマホをちょっとねいじることができたんですけれども、旅行者ってね結構スマホインターネット問題って切実で、まあ、それをねちょっとした気遣い Wi-Fi のパスワードをくれるだけで旅行者ってすごく嬉しいありがたい気持ちになるんですよね。なのでまあ、Wi-Fi のパスワードに限らずちょっとしたそのおもてなしの心とかを、皆さんちょっと持つだけでちょっと関わってあげるだけで日本に観戦に来てくれた旅行者の方は本当に日本っていい国だなとまた来たいなと思ってくれるようになるんじゃないかなと思うんで、そういったボランティア第3のボランティアをしてみるのもいいかと思います。気遣いの第3のボランティア、第3のボランティア、これは2020年に向けて私たちでもできますからね。ちょっとしたことですけれども、はい、公式のボランティアだけではなくてそういう海外から来た人たちに気遣いの第3のボランティア、草の根ボランティア、はい、これはまたこの2年に一旦、はい、テーマとしてそうですね、またねお伝えいただきたいなと思います、はい。また静岡ライフマガジンチャッチャサタで4月からもね、リニューアル少しいたしますけども、はい、引き続きスポーツ情報よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。サークルオブサークルスポーツファクトリー代表の小林太一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。